スーヨミウンチウガナビラオクタンデイザンシェビランガヤワンネスイカラユシリティチャービタンイカリフミコンディイシアイビンミシチョウティウタビミシェビリグスーヨこのウラシーの町テダコの町ウラシン会 FM21 ナーストミディカラマルフィッチウチナンチムチムグクロデイチウリチムニゲーソーティ放送ソウル放送局やヒビングスーヨナチチョウミシェビガヤワンネヨタイウノチムグクロンカイフリテユシリテチャービタンまたチュンチバティイチャビーレ進化のチャーナプクロティーチナティチバティイチャビーことグスーヨチチウタビミシェビリはい皆さんこんばんは。今日もね、源ちゃんとアッキーの笑顔大好きの時間が来ました。よろしくお願いします。成人式をお迎えの皆さんおめでとうございます。とっくの向かいに忘れた成人式もう3回目違うか俺いや、ね、もうういういしい方たちが、ね、たくさん歩いてましたが、みんなどうなるあの成人式の頃の気持ちと分かる思い出せるよないやいやねあのもうおじさんになりましてでもいや子供たちにはね成人を迎えた人たちにはぜひあのいい形でねあの社会に出てあの、まあ、学者もいるしもう仕事してる人たちもいるし、みんながねあの幸せでやりがいのある人生を送ってほしいなと思うんですが、はい。ね、今日は、皆さんと一緒にそういう思いも、ね、あの探りながら気持ちを若返っていきましょう。よろしくお願いしますさあ、今日はですね、しもちゃんとねあなんて呼びたかたかさんたかちゃんあ、はい、いやいやもうどっちかなと思ってさ、はい、ボギちゃんも、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は日にちも過ぎてますね。お休みだから。そうですね、今日はもう高級日ということで、うん、ね、タカさん HK 仮面来るかな、はい、また遅れてくるんじゃないですかね後でちょっとメッセンジャー入れて早く来いって言ってわお、はい、やらないといけないですね。あ、電話入れちゃいましょうかね。入れるこれね、新年2回目のねあの、ケンちゃんの番組ですか、賑やかにやっぱやる、ね、そうですね。あの、そういえば一昨日の集会には2分遅れで登場してましたね。2分遅れ。もう宮本武蔵よろしく。絶対遅れるんですよ。遅れてきた上でなんか来賓席に座ってたらしいです、ね。あ、そうです。最初あの、与田さんの席座ろうとして、たまたま与田さんがちょっと席外してたんで、そこ座ろうとしてたら、あの、ここ人が座ってますよっていうふうに他の参加者から言われていて、で、後で、あの、席探して、あの、江崎さんのところに座っていたんですけども、江崎さん隣に座ってたんですけども、もうそれ、もう自分の席のそばだったから、それ見て、あ、ちょうどあの、宮崎正久先生がの喋ってる間だったんですけども、その後もう笑いをこらえながら宮崎先生の話を聞いているっていうそういった状況になってしまいましたね。あ、いやでもほら土曜日のこうね、県民集会のあのもう意見のある方たちがたくさん集まってましたね。会場いっぱい、いや入れない、もう座るところがない方もいて、あ、久しぶりに星野こんなにたくさん集まった一周回っていいなと思ってね。これ僕行っていいんですよね。あ、いいんだよ、参加してますからね。あ、いい、県民投票を進める会の会長の、はい、本山仁志郎氏が、はい、校長に来ていたとの、はい、噂が、いやいや、いやいや本当にね、あの、えらいよで、こうだってほら周りはでも反対の人たちばっかりじゃん、はい、その中にこうちゃんとしっかりと座ってくれるっていうのは腹座ってるなぁって、こう、星が引っ張り込めんけなと。みんなお父様は星の重鎮らしいですからね。ああ、だからな、そういう意味ではね、あの、もったいないよね、こうちゃんと洗脳されないで、しっかりと、あの、ね、現状、確認できてればね。そうですね、うん、でも、ああいうふうに、あの、県民投票に、基本的に、あの、否定的な方々の集会に、まあ、この進めてる会の代表がね、うん、あの堂々とやっぱり聞きに来たっていうのは私すごい評価していいと思う。素晴らしいと思いますよ本当に。これが逆だと反対派の例えば基地反対の集会とかに
私が出かけていくと、うん、もう顔を見るなり、あスパイが来たぞ、集会の妨害に来ただろ、帰れって言ってから、もう反射的にスパイだスパイだって言いますよね、叩き出されるんですけどね、まあ、こういう人のことを僕あのスパイダーマンって呼んでるんですけどね。いいね、言えてみようだ、うん、高田さんも正月早々結構来てますね。いや前から言うんですよ。スパイダーマンですか。いや私あのパンツかぶって手を後ろに回してる人のことかなと思って。あらまでもね、その中でもボケちゃんもしっかりと時間いっぱいね。そうなんですね。だから意外と県民が知らないのがあの、うん、今のこの移設問題を大混乱に陥れたの誰だっていうことでね。はい、そこですね。沖縄県民の皆さん忘れてるんですよ。そうですよね。もともとはこれあの実は、辺野古移設っていうのは、ね、橋本龍太郎さんの国も決まってて、うん、まあ、国と国との約束であの辺野古にっていうことが決定してたと。それを最低でも県外って言ってですよ、決まったね、あの沖縄県民を煽ってですね、政権を握ったのがいわゆる鳩山幸男さん、はい、はい、鳩山さんですね、はい、 そうなんです。まあ、その方が最低でも県外といって、まあ、沖縄のいわゆる基地反対派、うん、もう辺野古でもしょうがないなと思ってる人たちまでもがもしかしたらじゃあ辺野古以外でもなるかもしれない、うんうん、そのまま撤去されるんじゃないかっていう希望を持っちゃったんですよね。そしたら今度は学べば学ぶほど抑止力の意味が分かった、やっぱり普天間は辺野古でお願いしますと。首相になったらしっかりといろいろなことを勉強してもいいのに、あとでこんな風に。そしたらね、あの県民広場には、うん、あの赤いプラカードに黄色い文字でド怒りとか言ってドッと書くんですけど、ドッてやったプラカードを持った基地反対がわんさか押し寄せて、はい、ね、すごい大騒ぎになったんですけど、ね、まさかこれが数年後ですよ、うん、辺野古のテントの前で反対派と一緒に踊ってるなんて想像もできないですよね。今や仲良しくしたもんな。だから基地反対派の人たちなんで鳩山さんをね、ありがたがって迎え入れて一緒に踊ったり、うん、写真に収まったりしてるんかなって、とっても不思議なもんですよ ね。反対派の人からすると一番悪いのは鳩山さんではずなんですけどね。そうなんですよ、はい。さらに言うとあれですよね、我が県知事はそれに乗っかってたじゃないですか、完全に。そうそうそう。まあ今の県知事当時民主党だったんですけどね、はい、すごいそれに対して素晴らしいって言って、はい、評価して、ね、英断だとか言ってましたよね。そう、それが何ですか、今コロッと変わっちゃって反対だ反対だ反対だって言って、これを宜野湾市民に先日ツイッターで追及されたんですよ、はい、宜野湾市民にですね、はい、するとなんかもご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 ツイッターえってやつがめっちゃ面白くて最後にえこのことを指摘されたらえって書いて、うん、あと逃亡してますからね、はい、びっくりしました、あれ。いや県知事がえって言ってるなんて信じられないですね。なんか昔志村けんがそんなギャグやってたような記憶あるんですけど、耳に手当ててえなんてなんかそれ思い出しちゃいましたね。まあどっかの政治家も耳に手当ててこんなやってるの見ましたけどね。はい、いや本当に笑わせてくれるなと思いましたよ。もうですよ、ね、大丈夫なんですかね、うん、まだ芸能人の感覚なんじゃないですか。そうだからもっとね、やはり責任ある地位にある方っていうのは言葉にはもっと責任持ってもらいたいですよね。そうですよね、やっぱりちゃんと政治家としてね、うん、立ってほしいものだと思いますよ。 それと今回のこの県民投票自体、実は県知事が条例違反の疑いが濃厚になってきてるんですよね、はい、で実はこの県民投票条例の中で県知事は中立公正な立場でこの県民投票について広報しないといけないって書かれてるんですけど、うん、はい、この玉城デニー知事はなんと辺野古の、ね、違法テントの前に行って辺野古の埋め立ては絶対にさせませんって言ってやっちゃってるじゃないですか、うん、やっちゃってますね、はい、でその時にダースベイダーと書いてシャツつけて行っちゃってるんですけど、はい、これをね基地反対派はこれは知事としてではなくて個人として行ったから問題はないって言ってるんです。そんなことはないと思いますけどね。だってこれ靖国のね訪問
参拝などで首相などが行ったら詩人か公人か、騒ぐじゃないですか、ね、詩人で行ったってダメだっていう人たちが、自分たちは詩人だからいいって言うんだから、これ意味が分かんない、意味分かんないですね、だってね、そもそもあの県知事っていう肩書きどんな人外すんですか。そうですよ ね、 ね、本人いるのに、ね、本人が詩人だ公人だって言ったって、県知事っていう肩書き外れないんですよ、現職の県知事である以上その肩書き外れないですよ。そう、あそこのところあまりにもこの反対の皆さんちょっとおかしくないかと思いますし、はい、これあの条例違反で追及されたら完全にアウトですよ、源ちゃん、そうよ ね、 ね、そういう意味ではやっぱりこの自覚が足りないっていうか、あの自分が県知事だっていう自覚が今足りなくてこう迷ってるじゃないの、ダッチロールしてるんじゃないか、だからこの辺はしっかりと周りがね補佐してあげればいいんですけど、参謀がいないんでしょうね、きっと。いや、参謀っていうか、もう完全に私が思うには、副知事と知事公室長のマリオネットじゃないかと思ったりするんですけどね、だって県の、ね、県議会の答弁なんか聞いてたら本人答えないですからね、いつも副知事か知事公室長がもう本当に苦虫かぶ、噛みつぶすような顔で喋ってますけど、もしかして知事って答弁できないのかなって私いつも思ったりするんですけどね、だからあれですよ、こうアナウンサーというかのこう番組を持ってるときは自分 の、 あの発想でいろんな形で受け答えをしてたんですよ、だからそういう意味ではあ有能だなと思ってたんですけど、だから知事になったら勉強してないのかよ、だかずっとこれだけの長い時間過ぎてきましたけど、あ質問に答えきれないというか、って電員さんどうしたのと思うよね。いやでも知事がえっていう言葉を返すのはちょっと高橋さん、これはジョークにしてもちょっとひどすぎますね。ひどすぎますね。昔辻元清美が小泉総理の時代だった時に、総理質問に答えてくださいって国会で叫んでたことあったじゃないですか。なんかそれと同じように知事質問に答えてくださいと叫んでくれる人いないんですかね。本当だ。そういう意味ではだからこう保守派とは違って革新系の人たちって自分の見方は追求しないよね。そうですね、だからほら例えば言い間違いとかこう内容が違ったらおかしいですよって言ってくれればいいんだけど、もうみんな知らんふり、あそっぽ向いてじゃんおかしい。だからその分保守派のもう発言にはもう本当に重箱の隅をつついてやっての送るでしょ。なんだかなと思うよね。なんかおかしい発言してる県議もいっぱいいるんですけどね、もちろん、今の県政与党で変な発言してる人結構いるんですよ。だからなんでそこみんなつっつかないで、マスコミを取り上げないしね、もっともっとやっぱり公平にやっぱり取り上げてほしいなと私は思うんですけどね。思いそうですね。で最近は実は土曜日の集会、沖縄タイムズさんとか新聞社の取材を主催者が断ったって記事になってますけど、実は私たち大和新聞さんとか自分たちも反対派に取材行くんですよ、するとこう言われたんですよね、我々に好意的な記事を書かないメディアの取材はお断りしますと。すごいな。反対派にこう言われたんですよ、ね、自分たちに好意的な記事書かないんだったら取材受けませんよって言われて、それってちょっと違うんじゃないって言ったんだけど、受けませんと、帰ってくださいって言ってやられたんですよ。はい、はい、それは記事にならないんですけど、なんで逆だと記事になるのかなってね。しかもそもそも申し出ってあったんですかね。どうなんですかね、主催者側の方に取材させてくれっていう申し出がそもそもあったのかどうかも、もしかしたらしてないんじゃないですかね。突然押しかけたかもしれないですし ね、そこのところは分かんないんですけど、ただ自分は別に聞かれてもね、痛くも痒くもない話しましたので、みんなそうだとは思うんですけどね。そうですね、特にまずい話何もなかったですからね。でもこのいわゆる県民投票をね、今画策をしているあの会のトップが、自らやっぱり会場に来てですよ、こうしてみんなの意見を聞いてたっていうのはすごい自分はあっぱれだと思うし、
あの今までのやっぱり反対派っていうのは、うん、違う意見に耳傾けなかったんですよね、うん、そうですよね、耳を塞いで、目を塞いで、ね、口を塞いでた。たまに口開けると帰れしか言わないしね、はい、会うとかね、会う、元山代表を見て、あ、すごいなと思いましたね、うん、そう、はい、いやでも私ラジオで言えないんですけど、いろいろ話したんですけど、ラジオでは言えませんよこんな話はね。だって彼の立場もあるし、ね、私があの何を話したかって勝手に言うわけにもいかないので、はい、ただ彼は非常に、はい、あの話もできるし聞いてもくれる方だったっていうのは、うん、なるほど、はい、私はもうここではっきり断言しますけど、うん、まあ、彼が今後沖縄の反対派、もう何でも反対、あの感情でしか物事を判断しないという今のおかしな状態をやっぱり少しでもやっぱ変えてくれるんじゃないかなという期待はしてるんですよね、うん、はい、はい、だから間違っても私あのオルグしようなんてこれっぽっちも思ってないんで、うん、マジですよ源ちゃん彼はあの、ね、沖縄のそういった今の異常な反対運動っていうのを少しでもやっぱりね、うん、あの諌めてくれる、変えてくれたらそれでいいかなっていうふうに、そうですよね、思いますよ、はい、あまりにも異常すぎるしね、うん、そうですね、うん、だってもう反対のためだったら、ね、法律を犯してもいいなんていうことはちょっとどうかなと思うし、そうそうそう、ね、沖縄っていうのは本当に最近あの異常ですよね、異常ですね、辺野古と阿波の漁港、あの阿波の港では重機にね、あの、あ、はいはい、重機 の、 あの鍵穴に接着剤突っ込まれて、ね、エンジンかからなくされたり、はい、あと燃料タンクに砂糖を入れてたっていうんですから ね、 ね、はい、砂糖を入れてと、あと、発煙筒で燃やそうとした跡があったと、でそれから数日後は今度、那覇の防衛局の、出先放火、そうありましたね、窓ガラス割って火のついた発煙筒を中に投げ込んだっていうんだから、うん、これ火事になって人が死んでも構わないっていう考えですよね。そうですよね。これだから一連のこの動き見てると、まあこれはいわゆるこの滑走路建設に対していいように思ってない人たちがやってるんだろうということは容易に推測はできると、うん、ただ犯人まだ捕まってないので断定はできないんですけど、まあ、もしかするともう県外とか国外に逃げちゃってる可能性ありますね。ありますよね。だから特に国外なんか逃げられたらもう源ちゃん足つかないじゃないですか。そうなんですよ ね、 ね、だからでもあのやっぱり公安 の、 あの力って日本はすごいから、もうちゃんともうこう足取りたどって誰がやってるか分かってると思うんですけどね、うん、ただだからそういう人たちをこう逃亡させないように先手を打ってこう対応してくれれば一番いいんですけどね。これなんかもうテロリストと一緒でしょ。こうなると何も擁護できないし見過ごさないし、いやだからうちのうちはあんまりこれね、うん、何くるないさって考えたらダメですよ。ダメですよ。テロだからこれ、はい、ね、放火して、うん、そこにあの当直でいる人が焼け死んでもいいっていうことでやってるわけですから、はい、ね、これ本当にあの危ない考えですよ、うん、で本人この犯人は捕まらんように監視カメラに赤いスプレーまで塗ってますからね、はい、赤いスプレーです。計画的ですもんね。 赤だもんね。赤っていうのが何か一つ意味深だなと私は思ってるんですけど ね、 そうですね、赤いよねこれは。昔のうちなんちだったら赤の意味よく分かるはずなんですよ。そうなんだね、はい、赤なってデイジドーサイと、うん、フリムンナインドーって昔のうちなんちみんな言ってたのに、はい、赤最近この赤を隠してますから ね、 ね、はい、オール沖縄とか言ってた、ね、まあそこのところどうなるかなこれから、うんうん、だからこうなると昭和の時代が源ちゃん良かったなと、うん、確かに。そういう意味では、まあ、あれですよ、昔 の、 あの革新というのをちゃんとあの守るべきところは守ってたじゃない、こんな恐ろしいことをしなかったじゃない、その辺で最近おかしくなってますよね。もうなんていうの、やってはいけないことまでやるやるし、これどうにかも本当に抑えないと大変ですよ。本当ちゃんと、うん、あの警察が逮捕しなきゃダメですよね。そうだから、あと、うん、メディアはこれを美化しないっていう、うん、まあ、やっぱりそこが諸悪の根源だと思いますね、今、うん、はい、で結局、法律を犯しても、あのなんていうの、あの英雄扱いされるんですよね、今、はい、このとんでもないもうテロリストのなんてやっかってたでしょう。あ、こんな風潮作ったら、あれですよ、だめ、うん、ダメですよ、だって辺野古とかね、うん、あの辺野古なんかでも、
入っちゃいけないところに可能で入る人たちのことを市民、うん、抗議をする市民って持ち上げるじゃないですか。だからね、あ、ダメなんですよ、ね、違法行為ですよあれ、ね、犯罪なんですよ犯罪、うん、そう、それをね市民が阻止のために立ち入り制限区域の中に入ったとか報道するけど、あれはっきり言って捕まっておかしくない話なんですね。あれは犯罪です、うんうん、はい、だそれを擁護しているこうマスメディアってどうなのっていうと、本来はあれちゃんと、うん、ちゃんと逮捕して刑事罰を受けさせないとダメなんですよ、うん、だよね、はい、だからその辺でもう頭洗脳されている人たちが多いもんだから、はい、疑問もまたですし、これに対しておかしいって声も上げないじゃない、まあ声を上げたら自分がやられるから ね、 そ う、 ですね、そういう意味ではね、そう、うん、ね、声を上げたら勤務先に電話かかってきて ね文句言われたり、うん、取引止められたり、うん、仕事切られたり、もう本当に大変ですよ、大変ですよね、はい、そういえばタクシーの件どうだったのとか、どの取材できてますか、どのタクシーですか、名護の、あ、名護のですか、はい、大体は分かってますけど、そっとしておいてくれっていう、あ、なるほど、あ、会社の、はい、そう分かってます、はい、全部こっちは分かってますからね、はい、であれですよ、この反対派なんかはタクシーの運転さんとかとユンタクして、はい、売りが気に食わない話したら運転さんの名前とか会社名も晒しますからね、そうですよね、いや、全世界ネットでですよね、うん、そうで、前回このね下さんいる時に話した件もこれネットで、はい、すでに公開されてるんですよ、わお、はい、タクシー運転手さんの名前と会社名ね、うん、あれ見た時にね、それもうちなんちゅうがじゃなくて、はい、県外から来た活動家がやってるじゃないですか、そうですね、ね、タシマンチュがうちなに入ってきて、うちなの運転手が自分が思うことと違うこと言ったらけしからんって言って、はい、これは右翼だって言って名前と会社名さらすっていうのは、うん、これタクシーの運転手さんからしたら本当にたまったもんじゃないですよ、しかもこれであれですよね、またこの人のおかげで仕事にならんとか言われたら、うん、この人会社辞めなきゃいけなくなるじゃないですか、そうだからこういうふうに平気でね人の生活をぶち壊すんですよ、うん、ですよね、うん、それも県外から来てからね、うん、はい、これってね本当に沖縄のためになってるかってならないならないですけどね、うん、まあ、そんなにそのタクシーの運転手が気に食わなければ、その会社のタクシー使わなければいいんですよね、その会社のタクシーを使わない自主決定権は認められてるんですから、うん、はい、そうですよね、まあそれ考えると元ちゃん昭和の頃の平和運動っていうのは本当にまともでしたね、秩序をある程度守ってるからね、俺たちもあんまり突っ込みはしなかったんですけど、今はもう本当にねもう散々ですよ、まあ、昭和の頃の平和運動と大きく違うのは、うん、タシマンチュ、うん、はい、県外からの活動家がドーンと入ってきて、そうですね、かき回してるっていうところですよね、うんうん、例えばくれくれ太郎さんとかね、カンパ太郎さんね、うん、カンパ太郎さんですね、くれくれ太郎さんとかニーラオ君とか、うん、もう薄汚い言葉でね、うん、沖縄のいわゆる基地の容認派とか賛成派のことを罵ってね、うん、なんかデマを証明しないと訴えるとか行きましてましたね、そうそうそう、はい、こういう人たちが大和から来てですよ、うん、地元で生まれて地元で育ってですよ、地元で生きている地元の人間のことをディスるわけですよね、ああ本当だね、散々にけなすんですよ、うんうん、ネトウヨとか嘘つきとかデマ野郎って言ってね、うんうん、なんでタシマンチュのね本土から来た活動家にこんなして僕たちが罵らんというかんのかっておかしいですよね、うんうん、ちゃんね、嘘つきはどっちだと私は思います。では源ちゃん、そろそろ1曲いってみたいと思います。本日最初の曲、やっぱり昭和の曲ですね、はい、チャゲ&アスカのナンバーからお送りします。万里の川、いや、元ちゃんもうね、あとちょっとしたら平成も終わり、うん、そうなんですよ、となると早いな、ね、明治は遠くになりにけりなんて言ってるけど、うん、昭和も遠くになりにけりと、本当ですよね、昭和いい時代だったですよね元ちゃん ね本当によ、貧数ピーピーしながらもね、もうみんな、うん、確かやってきてこれだよね、そう500円札とかありましたね、そう500円札ね、
自分100円札を使ったことは覚えはないんですけどね、うん、500円札はもうお正月にもらったらすごい嬉しかったですよね。それがあの恋になった時はとっても悲しい、同じ金額なんだけど、なんか悲しいんですよね。そうそうそう、だから本当に今考えると100円玉もお札の時代があったなと思ったらね、はい、びっくりですよね。そうですよね、はい、いやということはもうどんどんお金の価値っていうのが元ちゃん変わりますよ、変わっちゃってるっていうことですよね、うん、俺なんか BN の経験があるんだから BN、ね、自分は BN ないんですけどドルはあるんですよ、うん、ね、BN からねもう本当にあのここ価値がボンって変わるんだったな。あ、自分はもうドルの時にあの5セント小遣いもらったらもう大喜びして、あもう5セント、はい、すごいよ、お正月にお年玉って10セントもらったら飛び跳ねてましたけど、うん、ね、まあ、あの頃10セントでも大金ですよね。大金ですよね。1ドルなんて言ったら元ちゃん結構ね、うん、いろいろできた時代ですよね。そうそうそう、もう1ドルあったらね50セントでねあの海南のレストランでシーランチ、シーランチ、あもうだからさ50セントで、うん、50セント、ただね高校の 学校の近くの食堂で10セントでそば食べられたからね。10セントですか。10セント、そば10セントですか、うん、10セントだったよ。ありえないですね、うん、コカ・コーラが10セント、あと1963年ぐらいはですよ元ちゃん、うんうん、50セント硬貨であのケネディの50セント銀貨があったじゃないですか。結構大きな銀貨ね、おうおう、銀でできてるんですよねあれね、あれが50銭ですよ元ちゃん、50銭銀貨があれ 今あったらすごい価値だろうな銀だからね。そう、全てケネディとジェファーソンのやつがあったんですけど、うんうん、自分両方持ってるんですけどね。持ってる、持ってます、はい、銀のやつ、おうおう、あの結構銀のやつは綺麗、白っぽくて綺麗なんですよ、うんうん、ギラギラして、はいはい、これがベトナム戦争の頃からなんかケチっちゃってサンドイッチ効果に似てる、似てる、そう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 、赤いのがあるね、そうだから昔のオバーターはあのこのアメリカの硬貨、うん、銀貨をあの叩いてから指輪とか作ってましたよね、はい、ああはいはいはい、昔んちは、うんうん、タカさん知らないでしょ。全く知らないですよ、ね、知らないですよね、あの昔のうちなんちゅっていうのはあの指輪も自分で叩いて作ったんですよ。はい、手先が器用だからねやっぱり。そう、自分もあの知り合いが作ってるのね、子供ながら見てたんだけど、うん、本当にあの高値で、うん、コン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 って叩いて綺麗に指輪の形にしていくんですよね、うん、そしてそれ元を見るとあのアメリカの何セントだったかな、はい、自分が見た時は5セントで作ってたような記憶はするんですけどね、うんうんうん、だから25銭取ったら大きいしね元ちゃん、10銭取ったらあまりにも小さいし、うんうん、だからそういうアメリカの硬貨で指輪作ったりしてね、うん、1ドルコインってもあったよ。あ1ドル銀貨、はい、1ドル銀貨大きいですよね。大きかったよ、うん、え今何万円って価値するらしいですよ、ね、あそう、へえ、取ってきなかった1枚持ってます元ちゃん。ああそう、でっかい、うわ大きいよね、でっかくて重たくて、うん、これが1ドルって、うん、あ100円ですよ100円、ところが、ところが要はもうすでに銀の値段だけで1万円をするから、あそうなのね、そうですよ、15グラムで測るとね、はい、そっか、これも元ちゃん財布に入れて持って歩けないぐらい重いんですよ、ずっしりとね、はい、びっくりするぐらい。あと50セント銀貨も大きいし、うん、あと私が不思議なのはなんであの手が大きいアメリカ人が、うん、あの10セント数え切れるかなって不思議なんです。だからねちっちゃいのね、ちっちゃくて薄くてね、うんうんうん、高さん10セント見たことあります？10セントはないですね、あれ見たら本当に子供銀行かなと思うぐらい、そうそう、だって1セントより小さいもんね、小さい、小さくて厚さも半分ぐらいでね、あんなのアメリカ人がどんなして手で数えるんですかね。いやでもさあれもさあのお袋からさ、はい、あのこのアメリカのこうこうちゃんとサンドイッチじゃない方、はい、もうたくさんもらったのよ、はいはいはい、どこで売ったかだから1ドルコインとかね入ってたのよ。もうまあらあれはな、取ってけよかった本当ですね。これでますか、そば食ったんじゃないですか。何でわかる。なんとなく
いやでも本当にあの頃は結構うちのあのおじいおばあたちはこのサンドイッチ公開になる前のやつみんな集めて持ってましたよね。そうそう、先行き 見通してね。そうそうそう、うん、だから俺もだからほらジョニークロとかもうこれなんか貯めてるやつをもらったんだけど、さっきのまさ、はい、友達あげたりしてもらって、気がついたらなかったという。ジョニークロですか。昔は高級品ですよね、ジョニークロってな。ジョニークロなんて簡単に飲めなかったよ。ジョニクロは、まあ、うちの親父もめったに買ってこなかったですね、はい、アメリカ あの兵隊しかしてから、シーグラムセブン買ってきて、セブンアップで割って飲んでましたけどね。でかいのがあったよ、でかいのシーグラムセブン、はい、でかいやつ。あれ悪酔いするんですよ、またマジっすか、はい、シーグラムセブン本当にやばいっす、あれ。いや、そっか、飲みすぎろ、おいしい、おいしいで。いや、それもあるんですけど、あのちょっと残るんですよ、かなり質の問題で、質の問題で。かなり値段もね、結構安い、安いんですよ、シーグラム全部。安いし、甘いし、うまいし、ぐいぐいいっちゃうと、もう、後がね、後が大変です。そう、まあ、これ、昔はね、あの、昭和の頃だったかな、あの、アメリカの軍人が兵隊、若い兵隊が車でビール積んでから撃って歩いてましたからね。兵隊が、そう、兵隊が、あらまあ、兵隊があのいろんなところ回ってから、あのビール買いませんかとか変な日本語で喋って、確かに1ケース24本入って、1500円ぐらいで売ってたかな。安いですね、やっぱり1500円ぐらい、そう、1500円か2000円ぐらい、24本入ってるやつをそのぐらいでアメリカの軍人が撃って歩いて、もうだいぶ昔ですよ、もう最近は復帰前はね、いろんなことあって面白かったけどね、元ちゃんやっぱり復帰前はかなり荒らした方ですか。いやいや、荒らしてない、もともと酒あんまり飲まなかったから、だから要はコレクションするの好きだったわけよ。お、珍しいのをね、あのなんで、あの、香港に旅行行った時にはナポレオンのほら、はい、あの箱に入ってるやつ、あ、高い、どこに行ったんだろう。ナポレオンですか。ナポレオンなんて本当にもう高級も高級だったんですけどね。飲むやつじゃないか、もう要するにお土産として買ってきたんだけど、だからほら、あのお酒なんかはこう全然あの好きじゃないから、どこに行ったかが分からないぐらい、もう追跡するの。まあバブルのこのヘネシーなんかもすごい、はい、ね、高級で流行ったんですけどね、ヘネシーとかレミーマルタンとか、レミーマルタンとかね、いやどこに行ったんでしょうね。だからよ、あれ今残してくれたらよかったなと思うけど、いやバブルの頃にね、もう本当にパーティーとかでレミーマルタンとか出るとね、もう普通に出てましたからね、はい、そう、あ今日もヘネシーかっていう感じで、ヘネシーも何種類かあって、あ、これ美味しいとか言って飲んでたんですけど、 VSOP が美味しいんですよ。そう、今若い頃ってほら、あの青森なんか飲まんかったさ、俺たちは。あの時は匂いがきつかったし、あの青森もだいぶ製法が変わって良くなったんですよね。そう、おいね、匂いもなくなってきたし、はい、美味しいし、そういう意味だね。あ、ただ昔の懐かしいんで、やっぱりそういうのが飲みたいっていう人がいて、随泉が、本当に昔の製法手で作ってっていうのを、本当に手が空いた時にだけやるみたいな、わざと残してるわけですね。あの技術は残さないといけない。でそのお酒を、今どこに行くのかな、そろそろ御設置場がなくなるじゃないですか。だから、青森の龍華さんっていうお店が扱ってたんですけど、そういうのやっぱり随泉、ね、いや、あのたまにしか出ないんですよ、また。本当に年1回出れば、気が向いたら作る、要はあの技術の継承のためにとか、技術を覚えておくために1回作ってみると。本当にだから、ケースも3ケース4ケースぐらいしか出ないんですよ。いや、お宝じゃないじゃん。お宝です。だから人工瓶で1本1700円ぐらいで売ってましたね。そのぐらい取らないと合わない。そうだな、はい、もしかしたら、まあ、僕は、まあ、昔の青森って油が浮くじゃないですか。そのレベルではないんですよ、油は浮かないぐらい。そうです、昔の青森油浮いてますよね。油浮いてもね、あの神様に一杯ってやつは、この油を捨てるために一杯捨てるんです。ああそう、おみきは、はい、そうなの、はい、あら、まあ上積みというか、上積みというか。
いやしかしこれ下さんが知ってるとはすごいですね。わからよ、はい。うん、ちなみに下さんは銘柄何が好きですか？青森は。青森はまあ何でも飲むんですけど、まあ一番というか宮古のタラ川か、やっぱり安いんで、正弘酒造の海地とか。ああ、結構数ですね。安いんですよあれ、はい、また。タカさんは青森。いや全く飲まないですね。飲まない。私は青森っていうとやっぱり宮里酒造の春雨ですかね。春雨ですね。雨のね、あれの空酢とか飲むともう涙出てきますよ。5年のやつ。空酢も美味しいさ。春雨なかなか出てこないですよね。でもこれ春雨の15年だったかな、飲んだ時にはもうめまいがしましたね。すごいな。すっごい甘いんですよ。あら、じゃもうお酒じゃない、うん、もう甘いんですよ。で匂いも、うん、アルコールの匂いじゃなくてバニラみたいな、もう本当にお菓子みたいな匂いしたんですよね、うん、はい。あ、なんか今日ゲストが来たようですよ。はい、コンコンっていう感じで、あら、どうもこんばんは。ゲストの方がお見えでございます。では呼ばれて飛び出てジャ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 ーンで、じゃあ自己紹介をお願いいたします。どうもこんばんは。いつもワンルーム入れてます。お名前、お名前言わないと君は。チャックマンです。チャックマン、チャックマン無防備携帯です。結局チャックマンじゃないか。なんで日賀耕作さんです。君が来るとまた沈黙の時間。どうも日賀耕作さん、どうもこんばんは、んこでございます。あ、こんばんは。はい、来ていただいてありがとうございます。いやでもタカさん、これでまた後半は笑えそうですね。もうすでに笑われてんだけど君。いやでもあれなんですか、日賀耕作君3連休だったんですか。あ、まあまあそうです。おお、羨ましいな。で3連休どのようにお過ごしになったんですかね。まあちょっと いろいろ片付けをやってました。片付け面白いみたいだけど、マックライヤーのモニターを片付けたんですかと。そういえば君さ、土曜日伝説作ったじゃん。与田さんの席に勝手に座ろうとしたっていう。違う。それそちらの誤解です。誤解。何釈明してんの、素直で。釈明ではないですよ。普通にそばに設けられた簡単な席に座ろうとしただけで、来賓の席には座ろうとはしてないです。俺に見つかってたら俺の奥に座らされてたんだ。でも結局江崎先生の隣に座ってたんでしょ。まあ隣って言っても急遽用意された席ですけどね。おお、まあ、よかったじゃないじゃん、有名人の横に座れて、はい、で君の大好きな本山君も来たようですしね。いやいやいや、君すごい嬉しそうな顔してたもんね。いや、これならもうテドポンさんとかガランさんと組み合わせればいい写真が撮れるなって思ってました。ああそうですか、君もでも写ったでしょ一緒に。まあまあそうですね。君写ってる時の顔、至福の喜びの顔してたよ。いや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 。うん、俺拡大して笑ったんだけどさ。いや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 、どうして君はこういう時だけ笑顔になるの。いやいやいや、なってないです。いやでも本当に3連休でもゆっくり休めました。まあ休めたのかなと思います。はい、今ちょっと昭和の話をやってたんですけど、HK さんは昭和っていうと何が思い出があります。昭和、なんだろう、キューティーハニー、結構仮面とか、わかんないです、うん、夜中布団かぶって深夜大学聞いていたとか。深夜大学ちょんちょんぎよーってやってたんじゃない君。知らない。いやでもあの手の番組って言ったらやっぱり片岡鶴太郎さん外せないですよ。ですよね。はい、いやでも昭和っていうのは結構際どい番組いっぱいありましたよね。いろんな顔を見ると小学生だったんであんまり覚えてないです。もう片岡鶴太郎先生は神でしたからね。その界隈でよね、はい、うん、
だから昭和っていうのは本当にああいういわゆるちょっと下ネタ系も平気で地上波に流れてましたからね、はい、しかもゴールデンの時間におっぱい入れたりするからねびっくり、今では考えられないです。昭和だよね。そうですよ。シャネルズなんかも顔黒く塗って OK だった時代だから。あそうだ、ね、今やったら批判真っ只中になる。そう、批判の真っ只中なんだけど、うん、なんか沖縄の芸人は黒く塗っても褒められてる、褒められてる、メディアは褒めてますからね。そう、あれっておかしいよね、チケさんね。まあ人によって褒められたり叩かれたりっていうのはちょっとどうかなと思います。だって黒塗りの人と写ってるイニエスタさんめっちゃ叩かれたからね最近。一緒に写ってるっていうだけで、ね、はい、一緒に写ってるってだけで。あと、まあ、昭和って言ったらなんかちびくろさんぼっていう、あれもね最近なくなった。そう、抱っこちゃんもないよね。そう、あの要はアフリカンアメリカンにあの悪いあの印象を与えるとか言って、うん、あのエセグローバリストが言い始めて、そんな感じで、はあ、もうだんだん面白くないような中っていうか、どんどんなんか不自由になってきましたよね。本当ですよね。なんかコンプライアンスとか言い始めて、そうそうそう、で差別だ差別だって言ってる人たちがなんか自分たちは正義を振りかざしてね、一番差別してるっていう、うん、人を差別しますけどいやー本当に大変だなと思うんですけど、じゃあ HK さんは昭和っていうとあんまり思い出がない。うん、昭和昭和、小さい頃だったね、まあ、昔大那覇、今の純駆動が純駆動に大映が入ってた頃に何回か連れて行ってもらったことなのかなっていう。屋上が遊園地だった頃ですね、うん、で迷子になったの？まあなってないです。違うの？うん、山形山あったしね。あったね。で報道されたとか、そういうのもなかった。屋上の遊園地もあれですよね、あの危険だっていう理由で撤去になったんですよね。そういう山形屋の屋上にも遊園地ありましたよね。ありましたよ。いやもう那覇に行ったこれが楽しみで楽しみで、はい、向こうで金魚すくいしたり、いろんなあの潜水艦のゲームしたりとかして楽しんでたんですよ。乗り物もあって、そうジェットコースターのちっちゃいのがあって、そう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 、あとパチンコ台もあった、うん、ゲームもいっぱいあったしね。面白かったよ。だから那覇に行くと、まあ、今のゲームセンターがデパートの屋上にあったっていうような感じで、ですね、うん、で子供相手にパチンコ台があったからさ、今あったらもう健全育成上よろしくないって文句言われそうなんだけど、ね、源ちゃん遊園地ありましたからね。那覇タワーもあったじゃないか。那覇タワー回るね、なんか回転の、あそこまたディスコがあったんですよ、ね、あったザマです。那覇タワーと懐かしいね、はい、那覇タワーと三越がなんか上の階でつながってませんでしたっけ。なんか、うん、那覇タワーはつながってない。マキシー、うん、マキシーも下の方はもう雑貨屋でね、いろんなのがあって、はい、いっぱいあって、もう目がにぎやかだったな。そうそうそう、靴下屋とかありましたからね、楽しかったですよ結構。那覇の街もあの今、ね、中国人と韓国人だらけだけど、うん、当時はやっぱり県外の方いっぱいいましたね。いっぱいいて、もう県外の人たちと話したりとか楽しかったんですけどね。今なんか何言ってるかわからないですよ。ニハオマクニャとか、この話だから。しかもこいつら英語わからないふりしますからね。ぶん殴ってやりたくなりますよ。そういう時はやっぱり HK 仮面の出番ですよね。そうですね。成敗で世界共通語だからね、成敗は。却下っていうのまた。警察が職質しようとしたら却下っつって。いやそれはないです。くるくる回って逃げたら余計捕まるの。いやでも源ちゃん本当に昭和っていうのは ねどんどんなんか年号変わったらもっと遠くなっちゃいますね、うん、もうそう、今でさえ様変わりしてきてるから、はい、国際通りももっともっと変わるはずですよ、うん、ね、本当にだからもう沖縄の県民自体が遊びに行く場所がなくなったよね。そうですね。そこだよな。もうあの辺も今飲み屋街になっちゃうんですよ、うん、あの国際通りとあと中の方、あの町側のところは、はいはいはい、あの立ち飲み屋とか、うん、あのせんべろとか、ね、ああいう形でもうお客さんを引っ張ってるふうしかないというか、うんうん、でもまああれでにぎわってる分はいいんですけど、うん、客の柄が悪くなるっていうね。そうなんだ、そこだよね。一番は
だからもうでも変なあの柄の悪い人はやっぱりあの周りで飲んでる人が嫌がるんでだんだんいなくなるんですよ、うん境町もねあの昭和の頃はすごいもうちょっと行くのも怖いようなところだったんですけど今はすごいモダンになって、ね、結構力入れてやってますよね。いい人たちが来てるからね、はい、ってそうすごい賑やかになってでイベントもほらやってるじゃない、はい、もうそういう意味では本当に一番町おこしはあの境町がモデルになると思うんだよね。あれいい感じですよね。あんな形でどんどんね町おこししてくれればいいなと思う。実際洋服とかなんとかは売りにくい世の中になってきてるじゃないですか、ね、小さいお店は、うん、もう大きいとこに行っちゃうから。そうです、ね、やっぱりもう飲食店に頑張ってもらうしかないんじゃないかなと、ね、うん、飲食店も特徴を出せばね、うん、店を出せばお客さんどんどん入りますからね、はい、そうですよね。そういえば HK さんどういう飲食店に行きます？君 どういう飲食店って、まあ、行きつけのお店とか普通に、まあ、落ち着いてて食べ物も美味しいところ。だからどうだから具体的にどこ行くか聞いてるんですけど、どこ行くの？、まあ、まあ最近蕎麦屋さんとか、まあ、どこの なんていう蕎麦屋、まあどこの いくつか、うん、あるな。君転々としてるな。普通行きつけっての1か所か2か所ぐらいでしょ。うん、浦添の手だこそばだ、手だこホールの近くのそば屋さんとか、うんうん、おあと、まあ、手打ちそばのとこだね、うん、浦添なんですけど、大公園の中にある石工風とか。ああ君結構鋭いところ知ってるね。他に三丁目の島そば屋っていって嘉数坂大公園のそばとかある。美味しい、もう美味しかったですね。今度ちょっと HK さんにそば談義でもしてもらいましょうかね。そうですね。ただ沈黙の時間が長そうですけど。ね、私はあなたとそばがいいという人ね。沖縄芸能人だった、うん、だったって今でもそうなんですけど、うん、川道先生のお父さんがやってる、はいはいはい、川沿いの、ね、あそこ結構いいですよ、うん、今度行ってみよう。結構量があそうボリュームがガンって出てくるんで。味はどうですか？味はまあまあうまい。多分万人受けぐらいの狙った感じになってます。大体うんそうですね、沖縄の人はああいうのが好きだなっていう感じですね。元ちゃんはじゃあ昭和っていうと何がすぐ出てきます？昭和って言ったら何だろうな、やっぱりこう歌とか映画とかその辺だよね。やっぱりあのエルヴィス・プレスリーのあれを見たのもの18ぐらいだからね。昭和か、昭和って言ったら後楽園球場ですね。ああそうか。いや俺なんかもうサウンドオブミュージック見て、あい最高だな。もう自分は昭和っていうとやっぱアメリカ U ですね。そうそうそう、ね、周りみんな外人だったから、うん、はい、ね、まあ、自分の母親がそういった外人 の相手の美少年に勤めてたから、うん、お客さんも通る人たちみんな外人だったから、くるくるもみんなアメ車だし、うん、はい、でっかいの、うん、だから外人の奥さんたちにすごい可愛がられて、あらら、お菓子もらったりジュースもらったりね、え、うん、もうあの頃ってアメリカはもうナンバーワンだったもんね。だからもうなんてもう憧れの国アメリカだったから、はい、そう、 うちの実家の商売が金物屋してたんですよ、うん、だからアメリカのインチネジとかアメリカの工具もちゃんと売ってました。違うよね、規格が違うんですよ日本製と、うん、だからこのネジ回しじゃないと回せないとか、はいはいはい、この規格 のボルトじゃないと入らないとか、はいはいはい、ですよね、あるんですよ。でここのまた家電製品どこにアメリカの洗濯機使ってるとかエアコン使ってるとかいうところはもうそういうのが必要になってくるから持ってないと、ね、うん、っていうことでうちのじいさんがこういうのはなくさないでずっと揃えてたんですよ、うん、商売終わるまで。インチだったっけ？インチです。そうそうそう、インチネジ、うん、いやでもいい時代でしたよ、ね、ガソリンもホース入れて口で吸って抜いてましたし、ね、やってましたね。たまに口に入るんですよね。美味しくないでこれ。いや昔、まあ、自分の親父が知り合いの外人の車が抜いてた。もう時効だからいいか。
まあ、そういう時代が昭和だったんですよね、源ちゃん。すごいおおらかで、そうそうそう、ね、隣のうちから醤油とかあの米借りるようなそんな時代だったんですよ、ね。俺が子供、ね、俺が子供の頃なんかのお店でつけで書いたよ。ですよね。うん、後からお金持ってくるよってから、そうそうそう、うん、本当に本当にあのちゃんと、うん、後から持ってくるんですよ、ね。信頼関係あってさ、ね、はい。あと卵も1個から買えた。あったね。あ、そうだったね。卵1個ちょうだい。10個パックだね、今みたいにね。へ、壺が、僕壺が出身なんで、うん、おばさんが頭に魚の巣から。あ、いい、降りに来る。大体だ。有効調らにですね。いたね、そういえば。あのあんなおばあもいなくなりましたね。そうだよね。だからほら結局 何時間もほらあの、はい、冷蔵してないから時々味がさ、あれ大丈夫かなあと豆腐屋増してたし、ね、豆腐屋増したね。豆腐屋も天秤棒で来てました。そうそうそう、はい、来てた来てた。あと竿竹屋もありました、沖縄に。竿竹屋ってね、はい、竿竹屋さん物がいいです。ほう、はい、僕買ったことあるんですよ。1本2000円。え、結構安いんですよ。また割れたことなく、はい、まあ、物上等ですよ。あと源ちゃんあれがあったんだよ、うちのお家の近くでは、うん、あの電柱にですね、うん、一斗缶ぶら下げて、うん、こっちにあの残飯入れる、うん、してたんですよ。 あったね、あの豚舎の方たちが、そうそう、回収しに来て、うんうん、だからもうリサイクルだね。そうそう、あれこそ究極だ。あの余り物が出たらみんなでこれに入れて、うん、それを豚舎の人が回収しに来てっていう感じで、はい、僕のうちは余り物がなかった大体食べてるからもったいないってことで昭和の話するとまた止まらなくなるんですね。あの糸満も、糸満にも最近まであったのかな。え、でも10年ぐらい見なくなったな。猫一斤いくら、猫猫でも本当なん、喘息の薬って言ってる。昭和の時代、喘息の薬、牧港の、はい、港側の海で、はい、どっかのじいさんが猫さばいてましたからね。猫、そうなんですよ。だからね、この夫婦とか、あの大体もおばあとかがやるんですけど、はい、このおばあが来たら猫がいなくなるんですよ。もうそういう恐怖感じる。いろいろあるな、はい、HK さん面白いでしょ、昭和の話って。港側の海と、そう、港側のね、今西海岸道路とかができて、あの近くの海ね、うん、そこで、うん、おじがなんか刃物持ってまして釜で、そう釜でなんか魚さばいてると思ったら猫だったんですよ。うわ、でこれじーって見てたからアマンカイ行けって怒る。なんか昔一回子供の頃あの辺に連れてってもらったようなことがあるようなないような、ちょっと曖昧なんですけど。はい、ということで源ちゃんも時間いくらっても足りないよこれ。はい、もう時間ですね、そろそろ。はい、ありがとうございました。本当にね、思いっきり盛り上がってしまいましたね。懐かしいよね。でもたまにこんな話するといいよね。昔の脳、思われた脳からこう情報を読み込んで、はい、若返るね、若返る。さあ、ね、今日も本当に、ね、いろんなお話になりましたが、また、来週また違う形で、ね、ゲストも来るかもしれないし、そういう意味でいろんな話になると思いますんで、はいはい、今日は本当にありがとうございます。今日はタカちゃんと志望、はい、ね、ちゃんと HK さん、 HK さんで冒険者でお送りしました。ありがとうございました。また来週お聞きください。ありがとうございました。ありがとうございました。